はい、皆さんこんにちは。今回はですね、サブチャンネルとの連動企画みたいな感じでね、HG オーラバトラー HGAB ですねのビルバイン、作ってまいりたいと思います。はい、ビルバインってね、聞いたことない方はね、ダンバインっていうね、アニメに出てきたね、ガンダムでいうところのゼータガンダムみたいなね感じで、主人公機はね、途中でね、このビルバインに変わります。ダンバインってやつからね、そのね、主人公機の一機でございます。かなりね強い、オーラバトラーとなっておりましてね、まあ、箱の横なんかね見せながら、はい、お見せしながらね、こんな感じで出来上がりますよということですね。はい、先生も書いてますけどもね、こんな感じでウィングキャリバーというね、飛行形態に変形できますと。で、これショーザマですね、乗ってるのが主人公ですね、ダンバインの。はい、あとからね、こんな感じで、はい、ラインナップもね、こんな感じでありますよ。これダンバインですね、これただ主人公のダンバインではなく敵側のダンバインですね。はい、ダンバイン3機ありますので、ね、主人公が乗ってる水色みたいなやつ、そしてこのトッドギネスが乗ってる黒いダンバイン、そしてトカマクが乗ってる緑のダンバインというね。はい、でまあこれが最終的な一番こうね、ライバルになる人が乗るみたいなやつですね。ズワースかなり強そうですね。じゃあ早速上げてまいりましょう。はい、これね、なぜ連動企画って言ってるかと言いますとね、ちょっとライダンダンを見てしまうなね、ちょっと開けてからしましょうかね。まずはね、シールが入っておりました。ビルバイって書いてますね。なんか目みたいなね、これ鳥みたいな形になった時の目ですね。そして、ピーシパーツ、はい、これね、お見せしながらちょっと話しますね。それランナーですね。はい、サブチャンネルでね、この聖戦士ダンバインのね、聖戦士伝説っていうねゲームを始めましたので、これ実はね YouTube 始めてというかね、始める前からねこのキット持ってまして、YouTube ね、始めようと思ったのが何年前だったかな、2012年だったので、まあ8年前ですかね。8年前からね、私ちょっとなんかいろいろする前に10年ほど調べてからしようかなみたいな性格ですんでね、そんな感じでね、調べてしようみたいな感じでやってる時、一番、最初に思いついたのはね、その聖戦士伝説ね、もう本当に発売当初からずっと遊んでるね、年に何回か遊んでる感じのね、はい、ゲームでしたんでね、それを皆さんにね面白さをお伝えしたいなと思いましてね、はい、こんな感じですね。もうやろうかなと思った時に一番最初に思いついたのがゲーム実況とこのプラモデルね、ビルバイン、ダンバインとかね、作っていければなという感じでしたね。その時からずっと撮っときましたと。はい、説明書こんな感じになっています。かっこいいですね。何かの理由で正面から映せない感じなんですかね、すぐには。はい、こんな感じでね、なっておりますよと。まあまあ車に斜めになっておりますね、前から見るときにね、はい、そして股関節を映さない理由は何かあるんでしょうね、ここにね。はい、まあ、このねビルバインもね、買ってはいたものの一回も作ったことはありませんのでね、実はね、ガンダムだと結構ね何個も買って作って持ってたりするんですけどもね、これまあ初めてですね。ダンバインは何回か作ってるんですけどもね、はい、そして今回はねこれ素組みしようかなと思っております。素組みだけになるんですけどもね、ちょっとここら辺もね重いなど聞いていただければなと思いましてね、はい、動画メインチャンネルで、ね、しようかなと思っておりますよということでね。はい、そしてね、もう一つ言っておくとね、改造しようかなと思って
ております。もちろんビルワインそのまま使うわけではなくね、違うことを、ね、パーツ取りのチャンスでとりあえずね返そうですぐ見しとこうかなって感じでございます。それではすぐ見完成のデスキープいたします。はい、すぐ見完成いたしました。ちょっと近いですかね。はい、こんな感じになっております。まあね、昔のね、キットのちょっと、まあ、こんな感じでね、関節緩い感じしますけどね、手で支えておくと、まあ、なかなかスタイリッシュな、ね、感じに出来上がったんじゃないかと思います。はい。だからね、プロポンクション回収ね、したいなとかね、ちょっと思うんですね。肩を上げたりとかね、もちろんね、股関節、これ本当はね、パーツがこういうパーツ、ね。こういうパーツは入るはずなんですけどね、これ入れるとね、最初説明書を見せてた時に言ってたようにね、股関節が全くね外側に広がらない、削らないとね広がらなくなっちゃうんでね外しております。はい、こんな感じでございます。はい、まあちょっとこれねもう改造パーツで取る、バラバラにする予定なんですけどもね、まあ何をするかはね、次回、これの、まあ、再生リストですかね。再生リスト分けをね、どういう名前でしようかなと思って、一応ダウンバインでね、しようかなと思っておりますので、ね、まあそこら辺で、続きを見ていただければね、なんとなく、することがわかるのかなと思いますね。何がついてるかと言いますと、先ほどの股関節パーツね、と左右の平手ですね、今ついてる平手と左右のこのですね、なんか鉄砲握ってるみたいなね手がついております。そして、ビームウーパーが出るね、鉄砲にも剣にもなるみたいなやつですね。ここを展開するとね、ちょっと穴がね、なんか潰れてますね。はい、こんな感じでね、はい、ビームサーベルっぽいの出ますと。そしてね、このストック部分もこんな感じで動くようになっております。ただポリキャップではなくね、プラ同士の、ね、関節がね、可動部なので、あまり動かしてるとこうゆるゆるになっていくのかなという感じがしますけどね。もちろん今回これね、改造としてはね、使いますね。はい、まあこのビルバイのとこだけになりますけどもね。はい、まあ一応なんとなくビルバイに説明しておきましょうかね。はい、なんか書いてるのかな。ナノ国のねシーララパーナっていうね女王様が作らしたオーラバトラーなんですね。最新鋭のオーラバトラー、どっか書いてるかな。はい、ここになんかちょっと書いてますけども、まあ、私まあまあなんとなく私のうろ覚えでね、じゃあ説明させてもらいます。まあウィンドキャリバーってね、これ飛行形態になってちょっと早なるよということですね。まあ小座間にね、七国の女王のシーラ・ラパーナさんがね専用で作らしたのをあげたということでね、まあ主役交代してね、ダンバインからビルバインに主役ロボットというかね、オーラバトラーが変更されていったということでね、私お家にね、今度ねまたご紹介しようかなと思ったんですけどね、これの、ビルバインのね派生系のベルビンっていうやつがねありますのでね、ベルビンっていうのは私ロボット魂みたいなやつかな、なんかちょっとね豪華版のちょっとお値段したんですけどね、それももうお家飾っておりますね。今度ねご紹介できればなと思っております。はい、ベルビンかなりねかっこよろしい感じでね、そしてこのビルバインカラーのベルビンっていうのもありましてね、 YouTube 上でご紹介されてる方もいるんですけどもね、はい、ナノ国のこの絵師団用のカラーリングって書いてたんで、このビルバインも多分そのカラーリングなんではないかと思います。アニメの時はねこのカラーリングの説明がなくねそのままなんかヒロイックな感じで出てきましたので、ナノ国のこの絵師団祈団というかね、そういうところの舞台のカラーリングなのかもしれませんねということで、はい。そしてアニメではね、これ迷彩
なんたら迷彩、夜間迷彩とかなんかそんな感じでね、色が塗り直されてね、ちょっと黒っぽい、黒っぽい、青っぽい、緑っぽいみたいな、そんな感じの色になってますね。私が所持しているそのベルビンも、その迷彩の方のビルバインカラーリング近い感じになっておりますのでね、はあ、まあ今度、まあ、ご紹介できればなという感じでございますね。はい、まあサブチャンネルでね、ダンバイのゲームをしておりますので、そちらの方を見ていただけるとね、私が何を作るのかもわかるかもしれませんね。まだね、序盤ですので出てきませんけどもね、はい、とだけ言っといたらね、そのゲーム好きな方は多分わかると思うんですが、まあちょっとね、まあ、マニアックなゲームでね、ゲーム自体の本数もそれほどね、ないでしょうからねこんな感じで今回はお話しおきましょうか。はい、まあ、なので、このビルバイン今回もうね、皆さんお見せするのもこれで、このキットは形が変わっていきます。はい、まあぐるっとしておきましょうか。はい、後ろこんな感じでございます。はい、かっこいい感じですね。はい、もう衣装がね、衣装作りね、姿形がかっこいいなと思いますんでね、なんとなくね、これ利用して違うものに作り変えていこうかなという感じです。それではこの動画面白いと思いましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、そしてね、先ほど言いましたね、サブチャンネル、たい焼き食べたいサブチャンネルでね、名前ちょっと変わるかもしれないですけどね、サブチャンネルの方でこのダンバイン、ビルバインなどが出てくるね、ゲーム、シミュレーションゲームですね、やっております。ダンバイン聖戦士伝説っていうですね、異世界転移したら聖戦士だった剣って言ってね、サムネ作っておりますので、よかったらね、お暇な時に聞き流しながら見ていただけると助かります。はい、それではさよなら。